はい、こんにちは。このアタッチメントを作りました。今から吹いてみましょう。13ミリ塩ビ管の半分をの太さを削って細くしまして、そこに、ビニールテープを巻きました。これをここにセットして、よいしょ。標準的なテナーサックスの、マウスピース、セルマ S90 ですが、これをつけます。じゃあこいつを吹いてみましょう。例のリバーブユニットもつけてみましょうか。それじゃあ、